ドリバルカイミ、1938年ドリバルカイミは、ブラジルの歌手、作曲家、バイーアシュサルバドール出身。1934年、歌手のカルメン・ミランダに、映画、バナナ・テラのための楽曲、オーケ・イーケ・エーバイアーナ・テンを提供したのをきっかけに一気に知名度を上げる。その後カルメン・ミランダは、ハリウッドへと渡り、成功を収めた。 1954年には歌手としてのデビューアルバム、カンソン・イス・プレラスをリリースし歌でも活動を開始する。彼の音楽は、オサノバのジャンルを確立したアントニオ・カル・ロス・ジョビニア、ジョアン・ジル・ベルトへと大きな影響を与えたとされる。同年代のブラジルを代表する作家、ジョルジェ・アマードとは、古くからの友人であり、カイミの作曲した楽曲、イードー・ス・モーター・ノー・マールの作詞を務めている。 長女の7回ミ、長男と次男のドリカイミとダニーロカイミもミュージシャンとして現在活動している。2008年8月16日、リオデジャネイロのコッパカバーナにある自宅で多臓器不全のため94歳で亡くなった。ありがとうございます。